馬戦ですね。福島6レース発走となります。ご覧いただきましょう。福島競馬場第6レース、メイクデビュー福島、2歳新馬、ダートコース1150メートル、12頭によって行われます。ゲート入りは向正面の左手芝生の上。今日2つ目の新馬戦はダート。少し10番リリージェーンがゲート入りを嫌がっています。今引かれてゲートの中へ。そして最後に12番の佐野のエスポ、ゆっくりとゲートに引かれて今収まります。12頭ゲートの中スタートしました。コースタートは10番のリリージェーンが切っています。しかし内からは6番スムースベルベット、中から9番のバグラダス、こちらが前に出るか。前2頭競り合っています。3番手内1番ハンデンメシアが上がって、4番手になった6番スムースベルベット、接近する4番トモジャミ、先段5頭固まって、あとは4馬身離れて前から6頭目11番星雲魂、3馬身離れて12番佐野のエスポ、馬群の中に8番テンホワイトラブです。最内3番第一ストリーム、3コーナーカーブ、あとは2馬身離れて差を詰める5番北野マリリンです。あとは10馬身離れて7番青白つるばみ、そして4馬身5馬身後方2番コーヒーカフェ最後方、3コーナーから4コーナーです。残り 400m、 前は9番バグラダス、並んで10番のリリージェーン、前2頭並んで4コーナーから直線、3番手差を詰める4番トモジャミ、この3頭が後続をもう大きく離しています。4番手以降大外12番佐野のエスポ追い込んで11番星雲魂、4番手5番手の争い、前3頭広がって9番バグラダス、接近4番トモジャミ、3番手に交代10番リリージェーン、9番バグラダス、4番のトモジャミ、競り合った2頭並んで合理、3着は10番のリリージェーンです。ゴール前接戦2頭、9番バグラダスが打ち、外4番のトモジャミ、タイムは1分10秒0、激しい競り合いのゴール前です。3着10番のリリージェーンです。さあゴール前先段にいた9番バグラダスか4番トモジャミか、2頭後続を離して激しい競り合い、内9番のバグラダス先頭をゴール寸前までキープしていましたが、ゴール前の体勢どうか。4番トモジャミ際どく追い詰めて首の上げ下げのタイミングです。9番バグラダスか4番トモジャミか、さあゴール前の体勢わずかに内9番のバグラダス優勢か、外4番のトモジャミ、3着10番のリリージェーンです。タイムは1分10秒0、上がりタイムゴールまでの 800m は49秒1、 600m は37秒3です。結局1着2着写真判定、9番バグラダスと4番のトモジャミ写真判定、3着10番のリリージェーン、4着11番星雲魂、5着12番の佐野のエスポの順番です。写真判定の結果の発表、レース確定までしばらくお待ちください。最後は2頭接戦となりましたね。人気のバグラダスにトモジャミが襲いかかりましたが、スローで見る限りはバグラダスわずかに残したかなという感じにも見えました。マジスティックコリア3区の、バグラダス写真判定となっています。9番4番10番でお伝えします。1番人気3番人気5番人気の順です。単勝9番 2.3 倍、枠連477.5倍、馬連4番9番 8.7 倍、馬単9番4番 12.9 倍、三連複4番9番10番 37.5 倍、三連単9番4番10番 112.2 倍です。確定までお待ちください。